女性でもね、男性でもね、自分が幸運な時ね、運が向いた時はね、もう必ず悪口言われるの。悪口言われるってことはね、悪口を言いたくなるほどね、その人が幸運なのね。悪口を言われるということは、周りから幸せに思われていること、つまり周りから認められている証拠。そういうのにね、倒されていったらね、誰も世に出られない。そういう寂聴さんも本が売れるたびにバッシングを受け押された経験が。しかしどんな逆境にも負けず這い上がってきた。千代さんも上のところまで行ける人だと思いますか、先生は。はい、行きますよ、このまま行けば。ちょっと抜けばね、もうバーンって。ちょっと抜けば、ね、抜けば、あ、抜けば